マクソンがあなたを送ったことには驚かない。彼は割に合わない仕事は決して自分ではやりたがらないからな。あいつはお前が人造人間だと言ってたぞ、ダンス。それが本当なら裏切り者だ。彼は正しい。だけどその知らせは大きなショックだ。誓って言うが知らなかったんだ。クイーンランがそのリストを解読するまで人造人間は敵だと思っていた。自分が彼らの一員だと聞くとは思いもしなかった。それがヘイレンのためではなかったらこんな会話さえしていなかっただろう。それで命令は何なんだ？マクソンはまだ私を生かしておきたいのか？もちろん違う。人造人間は敵だ。覚えてるか？嫌というほどね。いいかい、我々は良い仲間であり、これがあなたにとってとても難しいということは分かっている。マクソンには別の誰かを送ってほしかった。しかしそれでは物事は変わらない。私は人造人間だ。つまり破壊される必要がある。もし命令に背いたらマクソンを裏切るだけでなく BOS とその支持者全てを裏切ることになる。人造人間は信頼できない。マシンは自分で決断するようにはできていないので、コントロールする必要がある。手に負えないテクノロジーは世界中を屈服させ、人間を絶滅の危機に追いやる。例外ではなく、手本になる必要がある。あらゆる変数を計算してきたようだな。まるでマシンのように。怒っているのを見るだけで、自分の主張が正しいとわかる。自分の本当の正体が何なのかを受け入れる用意はできている。マクソンは私を処刑するように命令した。それを邪魔することは絶対にしない。そんなに死にたいのなら自分でやれ。命令を完遂せずにここを離れるのなら代わりにやろう。マクソンは明らかに試している。あなたを失敗させる原因になるのはお断りだ。そうしたければ勝手にしろ。今最高に誇りに思う、ブラザー。使えることができて嬉しく思う。どうしよう。報告しろ、ナイト。パラディンダンスとの状況に対処したことはあるか？その裏切り者は処刑された、エルダ。素晴らしい。当然ながらダンスの処刑は命令系統に大きなほころびを生じさせる。あの裏切り者は重要な役割を担っていたからな。だが君ならうまく補ってくれるだろう。パワーアーマーを含め今や奴の住居と全財産は君のものだ。おめでとう、パラディン。光栄だ、エルダ。自分でそれを手に入れたんだ。BOS パラディンが同志たちの結束の象徴になるだろうということは覚えていてもらいたい。彼らや私をがっかりさせないだろうと信頼している。いずれにしても突入を始める前にまだインスティチュートとの争いや大量の任務が残っている。リバティプライムに最後の仕上げを施す間にキャプテン・ケルズは作戦に対する潜在的脅威を特定した。次の任務のためすぐに彼の元に向かえ、アド・ビクトリア、パラディン。マクソンがあなたを送ったことには驚かない。彼は割に合わない仕事は決して自分ではやりたがらないからな。真実を話してくれたらよかったのに、ダンス。自分が誰か分かっていたらそうしていただろう。クイーンランがそのリストを解読するまで人造人間は敵だと思っていた。自分が彼らの一員だと聞くとは思いもしなかった。それがヘイレンのためではなかったらこんな会話さえしていなかっただろう。それで命令は何なんだ？マクソンはまだ私を生かしておきたいのか？いや、だけど逃げ道があることを望んでいる。バカなことを言うな。いいかい、我々は良い仲間であり、これがあなたにとってとても難しいということは分かっている。マクソンには別の誰かを送ってほしかった。しかしそれでは物事は変わらない。私は人造人間だ。
つまり破壊される必要がある。もし命令に背いたらマクソンを裏切るだけでなく BOS とその支持者全てを裏切ることになる。人造人間は信頼できない。マシンは自分で決断するようにはできていないのでコントロールする必要がある。手に負えないテクノロジーは世界中を屈服させ人間を絶滅の危機に追いやる。例外ではなく手本になる必要がある。それが人間なのか話をするマシンなのかわからない。あなたが混乱しているという事実は私の決意を固めるだけだ。自分の本当の正体が何なのかを受け入れる用意はできている。マクソンは私を処刑するように命令した。それを邪魔することは絶対にしない。断る、ダンス。私を生かしておくために自分の命を危険にさらすなんて信じられない。どうして私のためにそんなことをしてくれるんだ。あんたの存在がマクソンが間違っているという証拠になる。あんたは人造人間だが、やってきたことは全て人類のためだ。その通りだ。見て見ぬふりなんてできない。私は制御不能なテクノロジーではない。人類の破滅ではなく利益になってきた。目を覚まさせてくれたので次の手を考えることができる。ああ、すぐに考えよう。あんたは死んだと噂されている。我々は二人ともどうすればその問題を解決できるか分かっていると思う。唯一の明確な選択肢は連邦を離れることだ。国境に向けて早く進めば進むほど早く忘れられる。私のホロタグを持っていけ。それを使うと任務が成功したことを証明できる。さもなければマクソンは私を追い詰めるために誰かを送ってくるだろう。さあ行こう。邪魔はするなよ。POS を裏切ったな。彼のせいではない。私のせいだ。すぐに処分してやる。ナイト、どうしてこんなものが破壊されなかった。あんたの命令は馬鹿げているので断る。よくもそんなことを。ダンスは人間ではない、マシンだ。インスティチュートによって作り出されたロボットだ。愛する母親の子宮から生まれたわけではなく、冷たい実験室の中に閉じ込められて育ったんだ。人間は人間、マシンはマシンだ。二つが結びつくことはありえない。神のように振る舞おうとすることでインスティチュートは人間の生命の尊厳を奪い、計り知れないほど堕落させてきた。私はずっと組織のために尽くしてきた。 BOS の名のもとに多くの血を流してきた。それを何だと思ってる。君は我々が最も忌み嫌うものが具現化した物質だ。行き過ぎたテクノロジーの象徴だ。周りを見ろ、ダンス。焦土化した大地と荒れ地に散らかった骨を見ろ。科学が人間の自制を上回ってしまったせいで数百万、いや数十億が死んだ。その余波など全く無視して彼らはそれを新世界、限界への挑戦と呼んだ。同じことが再び起こるということがわからないのか。君は生き残った人類を破滅させるために準備された武器庫にある大量の爆弾の一発に過ぎない。ダンスは人類を殺したいのではなく救いたいんだ。反抗的なのと同時に妄想的だ。自分が生きていると思い込んでいるマシンの言葉をどうやって信頼できるのか。何もない領域に思考と記憶がプログラミングされたマシンだ。まさに人工物さ。擁護しようと努力している倫理観ですら自ら持ち合わせたものではない。社会にうまく溶け込むために人工的に書き込まれたものだ。その通りだ。私は実験室の囲いの中で作られた。記憶のいくつかは自分のものではない。しかし足元で兄弟が死ぬのを見た時には悲しくなったし、 BOS の敵を倒した時には誇らしく思ったんだ。そして連邦を救うというあなたの話を聞いた時には希望を感じた。わからないか。私は人間だ、アーサー。 BOS に正体を暴かれはしたが、これまであなたの信頼を絶対に裏切らないようにやってきたし、これからも決して裏切らないだろう。今となってはもう遅い。インスティチュートは愚かにも君に命を与えた。君は存在してはいけないものなのだ。
これ以上このことを議論するつもりはない。命令は有効だ。いいだろう。お互い最善を尽くした。あなたのおかげで自分の正体を恥じるのは間違いだと確信した。それには感謝している。どちらにしても怒りも後悔もなく墓に入るつもりだ。感動的だな。自分でダンスを処刑するか私がするかだ、ナイト。選ぶがいい。彼が死んだらこちらの処遇はどうなる？こういう状況なので、この程度の判断の誤りは多めに見るつもりだ。ダンスがその本性を隠していたという事実も君の過ちではない。さあ決断せよ。さもなければ私がやろう。 BOS のために彼は死ぬ必要がある。だが俺にはできない。がっかりしたよ、ナイト。脇へ寄れ。すぐにやろう。今々しいマシンだ。インスティチュートへの見せしめとしてこれを送ってやろう。アド、ビクトリアン、どうしよう。自らダンスの処刑を実行できなかったのは残念だ、ナイト。ダンスの死体はどうなった？それはインスティチュートへの警告としてここに残しておく。最高のテクノロジーでも我々の警戒を上回ることはできない。プリドゥエンに戻っているところだ、ナイト。いくらか時間はかかるだろうが、別れを告げてそこで会えることを期待しよう。今でもインスティチュートを相手にしている。お呼びカエルだ。よく戻ったナイト。監視施設ブラボーでの出来事で気持ちが乱れていないと知って嬉しく思う。我々はインスティチュートとの戦争の瀬戸際にいて、スタッフの誰かが個人的感情でかき乱されることがないようにしないといけない。当然ながらダンスの処刑は命令系統に大きなほころびを生じさせる。あの裏切り者は重要な役割を担っていたから。だが君ならうまく補ってくれるだろう。パワーアーマーを含め今や奴の住居と全財産は君のものだ。おめでとう、パラディン。まだ死体が冷めてもいないうちから戦利品の山分けをしたのか？戦利品はビクターへ。 BOS の一員になるには感情を正しく評価することを学ぶべきだ。 BOS パラディンが同志たちの結束の象徴になるだろうということは覚えていてもらいたい。彼らや私をがっかりさせないだろうと信頼している。マクソンには別の誰かを送ってほしかった。しかしそれでは物事は変わらない。私は人造人間だ。つまり破壊される必要がある。もし命令に背いたらマクソンを裏切るだけでなく BOS とその支持者全てを裏切ることになる。人造人間は信頼できない。マシンは自分で決断するようにはできていないのでコントロールする必要がある。手に負えないテクノロジーは世界中を屈服させ人間を絶滅の危機に追いやる。例外ではなく手本になる必要がある。あらゆる変数を計算してきたようだな。まるでマシンのように。怒っているのを見るだけで自分の主張が正しいとわかる。自分の本当の正体が何なのかを受け入れる用意はできている。マクソンは私を処刑するように命令した。それを邪魔することは絶対にしない。そんなに死にたいのなら自分でやれ。命令を完遂せずにここを離れるのなら代わりにやろう。マクソンは明らかに試している。あなたを失敗させる原因になるのはお断りだ。そうしたければ勝手にしろ。今最高に誇りに思う、ブラザー。使えることができて嬉しく思う。
下に参る。こうしてこの部屋の壁を見つめている間にも時間が過ぎていくが、私自身が生ける嘘だという現実に未だに対処しきれないでいる。パラディンダンスとしてのアイデンティティはもう記憶の中にしかない。大切に思っていたもの、信じていたものたちはもう完全に失われてしまった。なんでこんなことが起こったのかずっと考えてきたが、真実はそんなことはどうでもいいということだ。私は人造人間だ。つまり間違ったもの、科学の乱用が生んだ存在で、人類がどこで間違いを犯したかを示す標本だということだ。人類の利益のために死ななければならない。臆病者だからとか失望したからとかではない。それが人間らしい行動だからだ。ダンス、元 BOS のパラディン、以上だ。報告しろ、ナイト。パラディンダンスとの状況に対処したことはあるか？彼はもはや BOS の脅威ではない。見事だ。当然ながらダンスの処刑は命令系統に大きなほころびを生じさせる。あの裏切り者は重要な役割を担っていたからな。だが君ならうまく補ってくれるだろう。パワーアーマーを含め、今や奴の住居と全財産は君のものだ。おめでとう、パラディン。がっかりさせないようにするよ、エルダ。少しでも疑問に思っていたら昇格させてはいなかっただろう。 BOS パラディンが同志たちの結束の象徴になるだろうということは覚えていてもらいたい。彼らや私をがっかりさせないだろうと信頼している。いずれにしても突入を始める前に、まだインスティチュートとの争いや大量の任務が残っている。リバティプライムに最後の仕上げを施す間に、キャプテン・ケルズは作戦に対する潜在的脅威を特定した。次の任務のためすぐに彼の元に向かえ。アド・ビクトリアン、パラディン。